Thank you.
3種の武具について情報を集めなければいけませんね。ああ、正体不明では動きようがないな。炎の剣、氷の剣、それに契約の指輪と言われていますけど。なんで知ってんだ？それも忍者の情報もってやつか？はい、ですが場所までは。それはアルバニスタの魔法研究所で聞いてみよう。Yeah!
だったな。いつも感情を殺してるんだな。忍者にとって感情は邪魔なものなのです。あの気楽なやつを見ろよ。バカだけど楽しそうだとは思わねえか。わかりません。そんなことを感じる心もなくしちまってるのか。悲しいな。私たちは
そうやって生きてきたんです。Yeah!
かったな。
君のご両親のことは本当にすまなかった。気にしないでください。でもいいんです。忍者は非情でなくてはならないのです。
私の番ですね。